ゾイドワイルドのすべてを知る男、パーフェクトヒューマン片山です。今回は1月に登場するこちらのゾイド ZW52 ゼノレックスを紹介していきたいと思います。いよいよ登場です。 ZW52 ゼノレックス、ティラノサウルス種。共和国が入手したコアドライブシステムに対応した未知のゾイド。ライダーとのシンクロやコアへの刺激によりコアのエネルギー量が増大する能力を持ち、ライダーと共に成長するゾイドである。ゼノレックスにはゼノエボリューションシステムという謎のシステムが搭載されている。それでは早速組み立てていきたいと思います。やっと出ましたね、共和国のゼノレックス。ティラノサウルス種の共和国のゾイド、これ初めてじゃないですかね。今まで見たことないですよ。中にね、見てください、 Z マニュアル、かっこいいですね。図鑑みたいなページ、いろんなパーツのね名前が書いてあります。ではね、組み立てていきたいと思います。オレンジ色のねパーツが差し色になっていてかっこいいですよね。いいですよね、このね、組み立てるときにどこの部分がどう動くかってね想像しながら組み立てるのがねとっても楽しいです。造形的にもねフル新規ですからめちゃめちゃ組み応えがあります。そして大きな足、そして腕がつきました、片側できましたね。いい感じです。やっぱねできてくるとねなんか笑顔になっちゃいますよね。これよし、胴体部分できましたね。では顔です。これもともと目の部分にね塗装がされています。で顔ができてきました。胴体部分、首に接続します。おー、そして最後にこちらのライダーフィギュアを頭部にですね収納するように、格納するようにですね乗せて閉じます。これで完成です。できました、ゼノレックス復元完了です。かっこいいですね、もうね色といい顔の凛々しさといいね、満足いく出来上がりです。ということで早速動かしていきたいと思います。こちらがねゼノレックスの起動骨です。いきますよ、いけ、おー動きました。まずね気になるのはこの足の部分ですね。このレイヤー構造になった足がねすごい可動域が広いかのように感じる構造になってるんですよね。いいですね、あと尻尾も振っていて首をね前後にこう傾けながらね歩いてます。口も開閉しますね。こちらのゼノレックスは謎が多いゾイドなんですね。まず一つ目です、なんとこのゼノレックスコアドライブシステムをバーニングライガーと同じように搭載しています。ということで今日はねバーニングライガー、インパクトガトリングついた状態で持ってきました。このインパクトガトリングをねゼノレックスにも取り付けることができます。見ていきましょう、このね背中取り外してここに同じようにピカシャンつけます。これでねなんと起動骨入れると動くんですね。めちゃめちゃいいですよねこれ。このね元々のねシルバーの色とインパクトガトリングの色がね相まってめちゃめちゃかっこいいです。ティラノサウルスがガトリングを背負っている状態ですね。めちゃめちゃかっこいい。これだけじゃないです、これはね同月1月に発売するもう一つのコードレブウェポン、こちらイグニッションブースター、こちらも取り付けることができます。ピカジャン、これでねスイッチ入れるとこんな感じですよ。見てくださいこの派手な動き、ね、ゼノレックスもめちゃめちゃねスピードが上がりますね。これで後ろから見てもかっこいいです。いいですね、コアドレブウェポンがねいっぱい出てきましたから次のコアドレブウェポンがね楽しみです。まだこれで終わりではありません。ゼノレックスにはまだまだ秘密があります。その名もゼノエボリューションシステムというシステムを搭載してます。どんなシステムなのかちょっとだけ秘密を教えていきたいと思います。なんと専用の装備を搭載することで強化されるというねシステムなんです。このゼノレックスが強化された姿、
動画としては本邦初公開です。こちらです。じゃーん。まずこちらゼノレックスが格闘に特化した姿、ゼノレックスシザースです。そしてこちらゼノレックスが攻撃に特化したゼノレックスバスター。どっちもね、こうつけがたいね、かっこよさですね。いやー今日ね動かしたいんですけど、これねまだね秘密にさせてください。次の動画でお届けします。ゼノレックスがねでっかくなってるんですよ。わかります？これまず前後がね違いますね。そして長さも違います。これ尻尾も伸びて首も伸びてますね。いやーギミックがね楽しみです。まだ秘密です。いやー秘密ばっかりでしょ、ゼノレックス。秘密が多いやつなんですよ、こいつは。 YouTube アニメゾイドワイルド戦記最新話の第3話が公式 YouTube チャンネルで公開中です。イグニッションブースター初登場です。そしてそしていよいよこちらゼノレックスが登場となります。お見逃しなく。1月はこのゼノレックスを手に入れてくれ。